せっかくなので、本当にこう、効果があるのかなっていうのを試すときの、はい、まあ、セルフチェック方法なんかもちょっとやってみましょうか。はい、はい、お願いします。そしたら、例えば肩が、まあ、はい、気になるなということであれば、はい、ここの手のひらの肩を探していくっていう感じですね。はい、うん。肩関節っていうのが、親指の付け根にあります、ね。はい、ここです。あ、こっちか。はい、あるので、はい、肩だったらまあそこを基準に、張っていくんですけど、はい、肩で気になる人ってこの動きがしんどいなとかってあるじゃないですか。うん、痛い。みえさんあります？肩。今左の肩がちょっとバキバキって言って痛い。バキバキって言う。バキバキ言う。なんか痛かったです。そしたら、左の肩をちょっとまっすぐ座ってもらって、はい、ちょっと上げてみましょうか。横から上げて。何でいる場所ってありますか？そうでもないですかね。上がるには上がるし、うん、全く痛みがないわけじゃないけど、なんか微妙な鈍い痛みっていう感じですかね。でこれも肩だけが問題を起こしている場合じゃないケースも考えられるんですけど、はい、まあ、気になるっていうことで肩、そうすると親指の外側じゃないですか、はい、そしたらこれを張る。はい、ちょうどこの辺ですね、はい、左の気になる方と同じ側に貼ってあげるイメージですね、うん、よいしょ、よいしょ、あ、いけますね、はい、これを親指に貼って、はい、はい、でまた同じように腕を上げていきます。え、嘘でしょ。なん、変わりますね。変わりますね。ぜひね、皆さんご自身で、ね、チェックしてみてもらいたい。はい、ちょっと待って、はい、すごいです。全然なんか違和感なくなっちゃいました。ここで、はい、覚えておいてもらいたいのは、はい、気になる場所が、はい、まあ、右左あるものであれば、はい、同じ側の方の手のひらをチェックするっていうのが一つポイントです、はい、でもう一つ、例えば首なんかをこうやって倒していく左と、うん、これ倒していった時に倒しづらいとか倒す気に痛いっていうのがあるんですか、はい、そういう時は、倒していく側の反対側が伸びてくれないから制限が加わってるっていう風に一つ基準で考えていますので、伸びてくれない側の手の方に貼るっていうのを覚えておいてもらえるといいかなと思います。こうしたらこっちが痛かったら伸びてくれない側こっちの手に貼る、うん、そうですそうです、はい、そんな使い方で、はい、セルフチェックと、まあ、何かかっていうのを意識してやってもらえるといいかなと思います。はい。はい。わかりました。はい。皆さんもぜひ参考にしてみてください。はい。ありがとうございました。はい。という感じです。はい。わかりました？これ。めっちゃ、なんか、はい。さっきの何って思って。自分の時間ありますよ。はい。そうなんです。急に動くようになったんですけど。なんか嘘っぽいけど本当ですもちろんね、個人差はありますけど、はいはいはい、分かりやすい方はもちろんまでも分かるし、うん、あとはあったかいって人もいますか。あったかい、待って、あったかいよ、うん、いろんな人がいますので、はい、試してみる価値ありかなと